ワフさん、こんにちは。こんにちは。今日はなんかサンド持ってますけど。はい。今日はね、サンド教えてくれるんですか。いや、もう言っちゃってるから。サンドで、はい、練習場でね、代表クラブ成田コースの練習場ですけど、はい、まあ、マットでしか練習できないじゃないですか、皆さん。できないですね。僕たちはめちゃめちゃ芝から練習できますけど。まあ、代表クラブ成田コースはね、芝からでもアプローチ、練習場ありますからね。短いのできるんで、はい、ぜひね、来た時はあのやってほしいんですけど、はい、絶対ここからしちゃダメですからね。ダメですね。はい、今日はね、まあ、それは簡単なさ、はい、基本の打ち方とかはいろいろあるけど、はい、やっぱり技を覚えるには遊びが必要でずっと言ってるじゃないですか。言ってますね。だから今日はいろんな技を勝手に披露していこうかと思います。勝手に披露。はい。わ、なんかめちゃくちゃ開いてますね。はい。あんなに開いてるのにめっちゃ低く出るんや。ちょっと斜め後ろが取れる。取れます。ああ、取られた瞬間でも高く出ちゃうんだよな。あ、あいつやってんなって思われますよ。お、低い。こんなに開いてんのにだよ。確かに真上向いてますよね。いや、真上向いてるよ。もうシャンクしか出ないよこれ。低い。低いよね。はい。ちょっと今トップ目入っちゃったけど、それでもあんな低く出ないですよ。ちょっと上がっちゃったな。でもこうやっていろんな、そもそもその開きで打つことすら難しいですけどね。こんなんだよ。どこ向いてんのって感じだ。どこ向いてんのって感じかな。おお、まっすぐ飛んでる。おお、なんか できちゃった今。でもこういうね、遊びしてないですよね。皆さんね、打ち放題行ったら、はい、もうみんななんかの的に向かって一生懸命こうやって打ってるだけなんですよ。じゃなくて、え、なだこれ僕こうやって打ってるじゃないですか。はい。だから皆さんも真似して、はい、なんかあいつやべえぞみたいな目で見られても打てるよりね。2階の打席でそんな感じシュッと打ってたら打てるじゃないですか。でもすごいですね。これがなんていうの、いろんな感覚を養う練習なんですよね。うん。でこれは去年かな、去年、はい、何オープンだっけな、大牟田プロアマっていう福岡の試合行った時に、あの重永アトム君がいてね、はい、でアトム君とはちょっと以前一回試合で回らせてもらったことがあって、はい、でアトム君がチェケラゴルフでこれやってたから、はい、ちょっとアトムこれ教えてくれよっつって言ったら、こんなとこじゃできないですよって言われたのよ。芝が悪い。でもやっぱりこうやって開いて、あ、皆さんまず足はオープンじゃダメですって言われたの。開いて天井向いてんじゃん、はい、天井向いてクローズですって言われたの、はい、クローズでこう間に合わすようにこうやって打つんです。いや、打てないよみたいな感じだったんだけど、やっぱりアトムはさ、うまく、これマットだからまだうまく打てて、芝からめっちゃむずいんですよ。マット、そんな、そうっすよね。マット助けてくれますからね。でこういうのもね、まあいろいろ練習するわけですよね。こうやって向いて、そうだね、なんかこうバランスはどう当てるかなみたいな、弾かれちゃったなとかさ、やっぱりそういう練習をいっぱいすることが大事だと思いますよ。やっぱりあれとかでもちょっとダフってるからね、まあ、でもダフってもまあ上がるっていう、そうそうそう、ことも分かりますからね。うん、あ、こんだけダフっても当たるんだっていう。そう、ペースこんなんだよもう。バックヘッドついちゃってさ、リーディング位置がこんな浮いてんのに浮いちゃってますよね。シュッと、すごいスピンだよね。間違えてみようか。このサンドウェッジね、本当にすごいから、すごいっすね。はい、ちょっと詳しくはまだあれなんだけど、サブちゃんの方でもしあれだったら動画が上がってるかもしれないです。あ、そうっすね、そこで見てもらえれば、うん、そんな打てないですよ、僕。そう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 。こんなんすよね。そうそう。で、クローズだって言ったじゃん、クローズ。そうそう。間に合わすと。間に合わす。そう。これですか？うん。いや、普通はそうなるんですよ。あれが普通ですよ。あれが普通。あれが普通っていうか、本当は目の前に、あの、このスタンドがあったら、そのスタンドにぶち当たってるよね。だってこっち向いてるんですよ。はい。あの人やべえな、ま、前の人狙ってんな、みたいな。だから、いろんな技術ね、こうやって身につけるといいますか。むずっ。
むずい。むずいっしょ。はい。うん。そういうことなんですよね。いや皆さんもね、やっぱこうやって練習した方がいいですよ、やっぱり。なんかなるほど、こういう冬こそこういうなんかやってね。そうそう、うん、昔冬めっちゃなんか薄いところからアプローチやりましたもんね。ちょっと動画では映せないのよ、それは。ちょっと映せないけどやってたよ、本当に。アプローチ勝負やってましたね。アプローチ勝負そっからロブみたいな。うん、そこからみたいなね。使わないの、試合だったら 100% やんないじゃないですか。やらないけど、やってたりしたよね。まあ、そうですね、はい。これむずいな、うん。間に合わす。間に合わないんですよ。間に合わすだよ。もう右腰の前で。ここで。そう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 。それぐらいですよね。そう、体を出していくの、あと右肩を。ここで、うん、むずい、めっちゃむずいですけど。同じウェッジなんですよね、うん、言い訳つかないですね。言い訳つかないよ。え、水野だからできるんですよとかつかないね。こうやって皆さんね、やっぱりサンドウェッジのテクニックをね、やっぱりいろいろこう磨いていった方がいいんですよ。めっちゃむずいな。素振りは多分いいと思う。分かった。ちょっとずつまっすぐになってきたな。で、下が下にシュッて入ってないもんね。入んないですね。うん、そうなんですよ。下には入んないですよ。いや入るんですよ。だって、もう一回いい、ちょっとフェースの向き見して、はい、これ、はい、こうです、こうですよ皆さん、はい、ここから。下下下下下に入んないですよ。だって上向いてるんですから。向いてるんだけど、こういうのね、やった方が面白いんですよ。練習も楽しくやんなきゃね、うん、よし、今度こそ。はい。ちょっと変わって。むずい。ふわふわさんがどれだけ難しいことやってるか分かった。なんかむずいよね、特に、うん、僕はなんか芝生の上がうまく打てる気がしますね。練習場でやるからいいね。こうね、はい、いいっすね。待ってましたよ。むずいよね。あ、もうちょっとね、もうちょっと手が出てるんだよね。そうですよね。でもそんな手、うん、そう、難しいな。こんくらいじゃないとフェースまっすぐ来ないもんね。そうですね。そうか。あー、むずい、やめた。まあこうやっていろいろね、必要なわけですよ。開いとか、いろ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 やんないと。お、ちょっとうまくいったね。そのまあ変な話、6番アイアンとかでロブみたいな。そうですね、やったじゃないですか。そういうのもいろいろこう練習していればなら。今のこのこれができたら、はい、50ヤードぐらいなんか開いて低く打つのなんか楽勝ですから、はい、確かにそうですね、あんだけ開いて、うん、これも開いといてさ、はい、いいね、振れるから。うん、確かにそうですね、うん、そうやってサンドでね、いろいろやった方がいいですよ。これは確かに誰でもできますよね。誰でもできますよ。いろいろやれると思うんでね、はい、まあ、技術をいろいろ身につけて上手になりましょうよ。この冬にいろいろ身につけて、はい、それ急にまあ普段一緒に回ってる方とかいるわけじゃないですか、はい、でいきなりこれを見た人が、はい、いきなりなコースで、はい、そんなやつだらあいつどうしたんだみたいな。いやでもさ、まあね、コースやめましょうね。で、シャンクしたら、あいつ何やってんだ。そりゃそうだよ、ね、そんなやったらシャンクするよって。じゃあ、最後、一球締めますよ。締めてください。いいですか、このフェイス向きで。はい。ちょっとやべえな。ちょっとやばいっすね。ちょっと待ってね。おお。うまい。ということで、はい、いろいろね、皆さんこうサンドの使い方を勉強しましょうということです。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。